二百十五。細殿に、瓶なき人なん、暁に、傘ささせていでけるを。細殿に、瓶なき人なん、暁に、傘ささせていでけるを、言い出たるを。よく聞けば、我が上なりけり。地毛など言いても、目安く、人に許されぬばかりの人にもあらざんなるを。怪しのことや、 と思うほどに、上より御文もてきて、帰りごとただいまと仰せられたり、何事にかと思いてみれば、大笠の型をかきて、人は見えず、手の限り傘を捉えさせて下に、三笠山、山の葉明けし明日よりと書かせたまえり、なおはかなきことにても、 めでたくのみ覚えさせたもうに、恥ずかしく心づきなきことはいかでかごらんぜられじと思うに、去る空ごとなどのいでくるは苦しけれど、おかしゅうてことがみに雨を意味じゅう降らせてしもに、雨ならぬ名の降りに行けるかな、さては濡れ衣ぬにははべらんとけいしたれば、 ウコンのない死などに語らせたまいて、笑わせたまいけり。